どうも、あきです。栄冠9やっていきましょう。さあ、では今回は4年目入学式やっていきましょう。さあ、ということで名門として初めて迎える、そして、全国制覇して全国の覇者として初めて迎える入学式でございますので、ここはいい選手来てほしいですね。さあ、では見ていきましょう。まずは全体的に見ていきますと、ちょっと待って、天才、まず天才堀部、そしてこの井口って、井口監督じゃないか。井口さん来ました。いやー、阿部飛行格の井口さん来た、セカンド。いや、やばい、これは最高。しかも天才も来た。ただ天才はあまり強くないな。はい、チャンスいい、盗塁いい、走塁いい、送球いいということで、しかもエラー持ち、この天才はあんま強くないな。初期値もあんま高くないし。おー、でも天才プロ、いや、引きいいね。初の、野手の天才プロ、そして初プロ、一気に来ました。ナイス。ピッチャーは、おお、梅津さん、プロ選手、梅津さんだ。梅津さんというプロ選手が入ってきました。はい、奪三振146キロ、これすごい台だな。プロ2人天才だって。うわ、すごい来たね、来たね。あ、一切厳選行っておりません。一発目です。昨年はオールモブだったんですが、その分反動でめちゃめちゃいい新入生ですね。堀部どうするかだな。盗塁いいっていうのが気になりますね。これでも、井口さんは出したいなぁ、これ。ちょっとオーダー考えないといけないですね、これ。まあ、井口さん、これもう総力だけ上げていけばなんとかなりそうっすもんね、もう早速。はい。そして赤徳が全体的に多いので、これ、いよいよ、いよいよ、スロースターとは消えないかもしれない。はい。というね。うわー、これ新入生悩ましいな、どうしよう。まあ、今いいオーダーなんでね。おい、ネモさん来んな。おい、ネモさん、ネモさんだけはダメなんだよ、来ちゃくぅ。ということで、はい、これは井口監督早速使っていかないとな、やっぱり。はい、セカンドで使います。で、若林はなので来年どっかコンバートしましょうと。で、今年はダイソー待機という形でいいんじゃないかなと思います。で、あとやっぱ入れたいのは1年ピッチャー梅津さん入れないといけないですよね。これはもう絶対かな。はい。で、金井ですね。金井、まあ左 A っていうところあるんですけど、金井だけは最初の夏からベンチ入りしてなかったんで、ここは無理に入れなくてもいいのかなというところです。ただ他のピッチャーもあれだな、あれですね、これはいわゆるあれだな。もしかしたらピッチャーこんだけでいくかもしんないっす。はい。ただもう一人作っておかないといけないっすからね、やっぱりこのルール設定上。このルール設定上やっぱもう一人は作んないといけないな。ということで、まあ来年のことからまず考えていくと、来年瀬戸口キャッチャーでいこうと思ってますので、まあ、瀬戸口はもちろん入ります。で、ザキヤマはね、ちょっとアウトになるのかなと。で、天才絶対入れないといけないですね。はい。で、3年生のポジション的なことから考えると、外野手が2人抜けるので、外野手、まあ、天才のこの堀部と、まあ、若林が外野に転向する形になるのかなと思います。はい。で、二遊間はいて、あと、サード、ファーストがいないんですね。まあ、サードはじゃあ、兵道が、はい。入ってくれればというところですかね。うん。兵道がいるでしょう。兵道サードでいきましょう。ほいで、あとファーストがいないと。ショート堀江。結構強いな、ショート堀江。この堀江を、そうですね、強いので、ファーストコンバートで使っ、あ、っていけばいいかな。はい。となると、やっぱりもう一人のけないといけないな。いやー、もうこれは仕方ない。1年生で梅津だけ入れるか、夏。まあこれが今年のオーダーになってくるかなと。待てよ、外野ショート二見、この選手も強い。ただ盗塁いいだからな。だったら堀江の方が使いやすいな、チャンス高くて。はい。ファーストで二見使うとなると、ファーストは守備上げない分足を上げるんで、盗塁いいがちょっと難しい。ただ、まあまあ、157って結構強いんだよな。
レーザービームも持ってるし、外野だな、使うなら。いや、まあまあ強い。これほんとまあまあ強いっすね。二見はまあまあ強いから入れてあげたい気持ちもなくはない。けど、そんな余裕はないな、今のうちに。か、これでもう津田ものけて、中溝な、そうだな。そうなるな。そうなるな。はい。そうなるな。で、若林、サードで使おうか、来年。ちょっとベンチ入りメンバーに関しては色々考えます、来年のことね。はい。兵道は、もう内野全部バックアップできる感じにして、で、若林がサードのレギュラー。もしくは、井口さんがサードのレギュラーっていうのも考えられる、今。いや、それはでもちょっとあれだな。若林サードにして、そうしようかな。ちょっと悩ましいですが、ベンチメンバーはとりあえず、これでいこうかなと思います。二見157はなんか育てないともったいない気がするんですよね。うん。とりあえずこんな感じでいきます。で、あ、そうか。天才はもう使わないとというところになるのか。じゃあまあ、片野の代わりに使う？あ、今、打順を変えられてますね。はい、ということで。従来のですね、打順をいわゆる組んでいきますと、もう今年はね、これだけは固定してやりたいというのが、偶数打順が、打てる選手、奇数打順が足の速い選手というね、オーダーですね。はい。ということで、渡部はチャンスしでパワーもあるんで、やっぱ5番かな。で、となると、まあ6番にやっぱ、農地くんになりますかね。で、9番、井口監督、いいの、堀部と、まあこういう形になりますね。はい。で、宮川センターで、E のライト、堀部レフトかな、エラーも持ってるし。で、代打、最強の代打、片野と最強のダイソーが2人。で、ポジションで言うと、そうですね。まあやっぱり、いやでも若林、まあまあ守備上げたからな、やっぱ若林なぁ、まあまあ守備上げたというと、まあやっぱ若林がファーストかな、送球もいいだし、来年。若林ファーストの兵道がこう、バックアップと内野の、いう形がベストかなと思います。はい。いや違う、堀江をファーストにしようとしてるんだ、そうだ。そうじゃん。で、若林は外野にしようとしてるんだ。まあそれでいいか、若林外野の、堀江ファースト。まあ、兵道もファーストにして、ファーストはこの二人で回すみたいな感じでね。行って、んで、外野は、まあ、二見のバックアップもあるよと。まあ、そんな感じで行きましょうか。はい。そんな感じで行きます。オッケー。ちょっと、まあ、これからね、まだ野球マスとか色々あるので、その辺でね、変わってくると思うんですが、まあ、全体的なあれとしては、そんな感じで行きたいなと、思います。ということで、練習指示しないといけないですね、まずは。はい。いやー、これは結構豪華な入学式になったな。さあ、横田。まあ、この月はやっぱスタミナでいいかな。はい。ということで、新入生。いやー、これは本当に。すごいな。で、これね、本当に、この新制度高校、春夏連覇というのが目標なんですが、それできたら、ちょっとまた新実況をやろうと思ってます。舞台。まあ、舞台というか、高校名変えてですかね。まあ、ちょっといろいろ考えてる部分はあるので、今年本当にね、それ、春優勝できたんで、今年こそちょっとね、目指したい部分ですよね、それ。はい。ということで、より気合を入れてね、やっていきましょうというところです。はい。この選手は、バッティング良さそうなので、代打候補で育てていきましょうか。で、トゥース若林、ちょっとね、総力上げときます。で、井口監督はもう総力だけひたすら上げます。もともと弾道4、阿部飛行格はやばいっすね。はい。で、小杉はサードとしてあげる。で、兵道がなので、これで、いろんなポジションのバックアップもしていきたいところではありますね。
そうですね、いろんなポジション守れるようにしましょうか。ショート、セカンド、ファーストと、もう外野もつけていいかもしれないです。キャッチャーまでつけていいかもしれないです。本当にオールバックアップ要員、そんな感じでねやっていきたいなと思います。で、のちミート B。 あーでものちくんもどうだろう、ミート勝手に上がりそうな気がしなくもないけど、まあまあまあ上げとくか、しっかり。で、この堀江がファーストにもあると、サブポジ1塁、はい。で、宮川総力、肩の補給、あ、でも肩の、そうか、最強の代打になったので、だったらもう最強の代打にしてあげていいかなと。うん。で、ザキヤマはまあ来年の秋大会選抜の代打でいきましょう。いいの、ちょっと総力上げよう。はい。で、その後またミート。これもダイソーからだな。で、堀部どうするかなんだよな、堀部。とりあえず弾道を上げて、まあ、ミート B にしてっていうところから始まってくるか。で、この二見だよな。問題は二見。まあ、とりあえずバッティング上げまくって、今後どうなるか。ほんと、ちょっと足が速くなっただけで、一気に大台にする可能性もありますし。いや、堀江むずいな。堀江の今後の使い方は、結構むずいっす。いやー、ちょ、待って、すごいな、これ。堀江？ん？ちょっといろいろ。あ、井口監督お調子者ナイス。これで走力も上がりやすいし。さあ、スロースターター消して頼む。スロースターター。あまりに赤徳が多い今。スロースターター、スロースターター、やったやったやった。もう諦めてたよ、半ば。わしはもう諦めてた、正直今の。こんだけ赤徳増えたからさすがにもう無理だと思った。やったぜ、すごいぜ。これさすがに無理だと思ったな。ナイス、渡部の母ちゃん。いやー、これは本当に育成しつつも本当に優勝したい。ただ天才井口監督と二人入れたからな。二人入れ申したからな。さあ、どうしていこう。ちょっとまだ、来年のことも含め、チーム像が見えてこない。ちょっと本当に予選までしっかり進めて、今後のチームのこと、考えていかないといけないかなと思いますね。さあ、5月。シュートはしっかり上げて、で、横田 OK、もうスタミナは良くて、ちょっと一回コントロールいってもいいかな。で、結局パワー A も行きたいなと思っていて、そこは予選で上げましょう。コントロールもマックス行きたいので、このままじゃさすがにマックス行かなさそうなので、ちょっと上げてもいいのかなと思います。はい。5-2 にするか、じゃあ、長坂は。さあ、変化磨いてください。さあ、変化磨いてください。で、堀田は補給、瀬戸口パワー B、こいつダイソー、で、渡部はこれでファーストとして、まあ、渡部クリーンナップを一応打つので、こっからもう全部パワーでいいかなと思います。で、開かずの扉、パワー。トゥース、もうちょっと総力上げていいですね。はい。井口監督はずっと総力。で、サード、いい感じに強くなってきている。これ、肩 B まで行きたいですね。はい。うわ、中途半端になっちゃった。うわ、めちゃめちゃ中途半端。これはさすがに、他のポジションにしよう。二塁。で、堀江は来年、一塁をやっぱ守ってほしくて。となると、やっぱり弾道上げてからの総力になるんだな。はい。宮川、もう一丁総力いくか。よし。極めていこう。ザキヤマ代打。いいの、もう2年生なので総力ここでいいの、止めて。はい。で、ダイソー。さあ、天才。天才とりあえずミート B。パワー B もいければ最高。二見。いやー、まあ、盗塁いいなんで、もうバッティングをまず上げる感じになりますわな。はい。
で、こっちの天才、まあレーザービームを持っていますから、ある種外野の守備固めとして育てていくっていうのも悪くないと思いますが、その前にパワー B だけ行って、まあ記者が最近なんか来るので記者だけ狙ってもいいかもしれないですね。後もあれにしようか、ミートさすがにいけそうなので、後そろそろじゃあ守備 A にして、その後に総力ガン上げしていきましょうか。ショートなんで守備 A で、はい、なんか赤マス多くないか、それはあかんですよ、赤だけにやっていきましょう。あ、そういえば、そういえば性格打ち気を変えないといけないですね。まあ、まだ1年のうちは魔物にならないんでそんなに慌てる必要はないんですが、一応ルール上魔物はなしと。魔物なしでよく本当にここまで戦ってくれています。できればアイテム使いたくないんで、ここでちょっと1年生打ち聞いたら選ばれてくれると助かる。したたかは結構いいカードが引けるので置いときたいですね。いや、名門になると、あれ、名門ってカード1個増えますよね。非常にずっと名門なんですが、入学式をこう迎えたのは、名門で迎えたのは初めてということで、こっからっすね、本当に施設も整って。あ、そういえばローラー出してなかった、もったいない。ローラーやりましょう。そんなこと言ってたら思い出したぜ、ローラー。 OK、さあちょっとこれ野球マスで、ちょっと天才の盗塁を上げたいな。一番は天才盗塁 D 以上になってくれればとりあえずね。ここは上っすね。いやー、天才の盗塁あげたい。うん、これ悪くない、今の悪くないっす。さあ、チューチュートレーニングやってダメ押し。あー、もうこういうのはね、使っていきましょう。持ってる本はもう全て使うと。ジャイロ回転使いましょう。梅津使っていいでしょう、これは。ダメ押しも使いましょう。ダメ押しは、天才にダメ押しはもったいないか、さすがに。井口さんにダメ押し。調子安定投手。調子安定はね、正直微妙なところもあるので、家内に使ってあげよう。よし。で、今思うと参考書、天才とか井口さんあたりは、井口さんは多分、全部、やりそうな気がするので、ここはまた補充しといて、マックス賢くします。天才を。はい。で、忘れないタイミングで自分探し、1年生、1年生、打ち切打ち切打ち切いるか打ち切いるか打ち切いたやんちゃやんちゃ。オッケー。お、本屋本屋や、プロ野球選手ナイス。おお、最近のプロ野球選手有能。梅津もこの夏から多分使われていきますからね。いや、スロースターター、これ多分10個ぐらい、10個はないかもしれないけど、10個近くおそらく。おいおい、こんなパターンもあるんかい。10個近くな、赤得ある中で、スロースターター消してくれるのはでかいっすね。いやー、これで、ほんと、横田の不安要素が消えて、今までちょっとそのスロースターターのことがあるんで、まあ、先発もいろいろいじったりしていた部分もあったので、これは、大きな大きな古時計、おじいさんの時計ってやつですね。
逃げ玉、梅津に使うか。ちょ、梅津この夏絶対まあまあ登板するから、ピッチャー1枚出したってことは。お祭り男はさすがにだな。まあちょっと最近運が良すぎたのかな、運が良すぎたのかもしれません。もらった方はもう最近は即使うというね。はい、そんな感じでやってます。梅津お祭り男はじゃあせやな。まあでも1年でベンチ入りした選手に使ってあげたいな。堀江、ちょっと合宿に向けてカードうんぬんっていうのもありますから、もう1ヶ月半ぐらい前からは準備していきたいですね。さあということで 4-4OK、 もう 4-4 でいいでしょう。中溝でもスタミナは十分に高い。これはもうコントロールですね。横田やっぱりコントロールもうちょっと上げていいか。うん、変化球も全部7にしたいけど、ちょっと横田はやっぱさすがにだいぶこう登板してないし、なんていうんですか、登板機会も今までの天才と比べると少なかったですし、まああとはそうですね、球数制限の問題でやっぱり今までのね選手ほどは強くはできないですね、秋山高校の時みたいな。まああと施設がまだ揃ってなかったというのもねあるのかもしれません、ありすぎたのかもしれませんね。はい、もうさすがに長坂外野の守備固めで使うことあんまないと思います。さあ梅津3-2にとりあえずして、これでコントロール上げとけばこの夏本当に戦力になりそうですね。さあ堀田もキャッチャーとして守備こんなもんでいいと思うんだ。まああとは4番としての能力をね上げてあげましょう。いやもう永遠パワーアップでもいいかもしんない。瀬戸口パワー B は絶対行きたい。ダイソー渡部はクリーンアップとしてパワー、とりあえずこの赤津っていうのもパワーを B にする。で若林トゥースもう一回、笑顔は咲かないんですが総力上げて本当に走れる完璧な選手にしよう。井口さんはずっと総力、小杉もずっと肩、兵藤はこれでサードセカンドショート、あと一塁も守れるようにしておけば完璧です。はい、で後まあ守備 A にこれでほっとけばなると思うので、これでもう総力。はい、堀江、さあ来年一塁をこう守るという男でチャンス A なんですけど、やっぱり走りたい、やっぱり走りたい。うん、そうですね。はい、さあ宮川はこれで総力走ってればマックスになりそうなので、外野手まあ普通に考えれば守備を上げるべきなんですけどね、守備面上げましょうか。うん、まあセンターですしね、もう全部守備でいいや、ずっともう肩はいい、守備範囲の広さをとにかく上げよう。よし、宮川ミート S は行きたいな。いいのもとりあえずミート B 行って、いやいいのは流し打ち持ってるし、もうミートひったすら上げよう。で堀部はミート B 必ず行こう。お、練習指示来てくれましたね。ここはうまくこう使おうということで OK、 なんとなく頭の中で今考えてる。いやーこれはナイスだ。ちょっと横田水谷のペナントマイライフ実況を実は考えていて、その中でスロースターターついてるのだけはどうしても嫌だったので、どうしても消したかったんですが、うまくいってくれましたね。さあ合宿に向けてのカードも揃えていく。
うわー、マス目いいね。いやー、これさすがにベンプレも合宿に向けて置いときたいけど、まあ1個だから使うか、あんまりカード使いすぎは嫌なんだよな今。今まあ無理して赤床消す必要ないんですが、いやそれはないな。まあいいや、テンション試合前に上げてくれれば大事ですね。いやーきついな。なるべく温存していきたいところでしたが仕方ない。素振りはね、流し打ちつくんで割と悪くないんですけどね。さあ本もうどんどん使いたいので、ピッチャーもいるし野手もいるし、満塁男をさあ誰に使うかな。満塁男、井口さんちょっと満塁男っぽいとこあるんだよな。いやちょっとこの夏もスタメンっていうところでなるべく能力上げときたいな。はい、おい頼むよプロ。あ、てかこれあれか、実はプロに止まるとまあまあ怖いパターンのやつですね。お、井口練習効率上がったけど次野球マスだし、まあこれさすがにしゃあないな。津田、石黒、つゆき、うわー渋っ、渋渋が期待でやんすねこれ。まあ津田いっときましょうか。来年、あ、まあ来年のこと考えるとそうですね。そしてここはもうでかいものいきましょう。はい、エース決定。来年のエースできた。よーしよーし、来年のエース、来年のエース来たね。あっ、って言ってのけてるしこれは待て。まあ今冷静に考えると長坂って二刀流の分の能力あって297なんで、これ津田ですね。はい、まあもう二刀流での気はおそらくもうないということで、来年のエース津田を育成していこう。エースっていう感じじゃない、来年はもう79球投げさせない絶対で、常に津田を先発させて常に全て継投みたいな、そういう来年は、まあ梅津もいるんで来年はそういう戦い方をすべきだと思います。でその分野手を強くして、そうですね、野手を強くしてその分こう代打代走をいっぱい出せるようにする。もうてかあれ決めた、今あれにする。ピッチャーに打席が回ってきたら出せる場面必ず代打と代走を出すっていう、そういうことにする。よし、合宿に向けてのカードは揃ったぜ。これ素晴らしいぜ。よし、前評判もいいだぜ。よしよしよし。ということで、ちょっと練習指示で、サブポチとかうまくググってやっておくので、はい、次回ですね、公式戦から挑んでいきたいなと思います。面白くなってきました、これは。面白くなりすぎたのかもしれません。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。カメラを止めるな、と言われてももう終わりなので、録画停止ボタンを押したいと思います。アディオス。